さあ、帝国です。なんと、いやな、江夏さん並みにちょっとこう、電話するのがいつもビビってながら、ちょっと会った時がいいなと思って、お声掛けしたら、本当気持ちよく来ていただきました。篠岡さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。篠さんは、ジャイアンツでもちょっと異質な方だったんですよ。なんでジャイアンツ、僕の印象ですけど、はいはい、まあ、みんな大人扱いしてくれて、平等でみたいな。あれこのチーム先輩後輩あんのかなみたいな、篠さんがいて初めて統率が取れてるなっていうのが3日で分かりました。結構入りやすかったでしょ、入ってきた頃は。めちゃくちゃね、最後までやりやすかったですけど、うん、結構やっぱりみんなそのジャイアンツって言ってはね、ちょっと固い、みんなこうツンツンしてんじゃねえかなっていう ね、そういう思いがあってるんじゃないかなっていう思いあったけど、うん、でも中入ってきたらそんなことないでしょ、まあ、全然なかったです、うん、まあ、篠さんに最初怒られるっていうか注意受けたのは、まあ、自分の中ではまあヒゲは普通に武将ヒゲでラウンドの中でやれたけど、うん、まあ験担ぐつもりでやっぱ2試合剃らないと2連勝してるとちょっと目立ってきてんなと思うんですけど、篠野さんが「でもお前それで験担いでんの?」って言うから「はいそうです」「ジャイアンツはヒゲダメだしその験なんか担がないでプレーしようよ」みたいな。どう言ったのかな、はあ、そうなんだと思ってすぐ剃ったんですけど、そういうのじゃダメだよっていうのは。巨人軍ってライオンズ以上に勝たなきゃいけないチームじゃないですか、うん、あそういう考えなんだなと思ってたっすね。まあそうだね、我々もやっぱり入ってきた頃には厳しかったから、まあ、トレードとかね、うん、こう来た、まあ、上の人には俺は言えないけど、うん、まあ、下の人にはね、うん、まあ、ジャイアンツってそういうとこはやっぱりしっかりしなきゃいけないんだよっていうのはやっぱり言っていかなきゃいけないなと思ってたから、うん、そうなんですね。そう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 、結構下の人は結構緩く僕らと、うん、ただ宮本さんとか優しくて、うん、僕もキャッチャーなんでこうだよどうだよってやってくれたけど、やっぱ教えてくれたのが篠野さんと岡崎さんだったんです、うん、きちっと顔もやっぱり厳しかったから、ね、厳しく教えてくれたんです、部屋呼んでくれて、うん、みんなの前で怒んじゃなくて、うん、部屋来てって言ったらなんかやっちゃったなと思うと、デーブさんあのプレーしてる時にさ、お前打てなくてちょっと落ち込んでたのとか、あれいらないよなみたいな、うん、もう明るくやればいいんだよとか、この二方がいろいろなことを教えてもらいました。実はだったら野球やめて聞くと、篠野さんたちの入った頃のジャイアンツってめちゃくちゃ厳しかったらしいですね、うん、厳しかったよそれはもう。ああ、まあ、社会人になってもこうなのっていう、やっぱりね、やっぱり高校の時も先輩やっぱり厳しかったし、ね、まあ、我々の頃はやっぱり、ね、手も足も出る時代だからさ、ね、それがまあ当たり前っていうさ、ああそういう中でやってきたし、ああやっと社会人になったらそれはないだろうと思ったら、えまあ、手とかねそういうのは出ないんだけど、はい、やっぱりその我々入った時5レンジャーっつってさ、はい、高校5人、はい、やっぱり全体責任なのよ何かあると、はい、だこれもやっぱり高校時代からのね、はい、流れみたいなもんで、まあ、そうなんですね、いろんな当番があってさ、はい、でちょっとその1人がでもなんかミスすれば、はい、もう我々5人は全体責任になっちゃう、はい、1年目ですね、1年目、うん、だから正座するのもそうだし、はいはい、まさかなと思って屋上ね、ジャイアンツ寮の屋上でさ、はい、バット挟んで正座したとかさ、ジャイアンツがですね、そうそう、そんな時代だったからね、まさかですよね、まさかまさか、僕らも、まあ、どっちかというと大輔みたいな空気もジャイアンツは許してくれんだっていうイメージだったんですけど、いや当時はお前全然違うんだって。もう中畑さんもみんな言ってますよね、そうだね、佐田さんでも、うん、お前今みてえに緩くねえんだっつって、まあ、やっぱり先輩とやっぱり口聞けなかった、特にやっぱり一軍なんか ね呼ばれていくと、はい、やっぱり向こうがこうかけてくれるまではかけられない雰囲気よね、はあ、うん、だから俺一番最初、まあ、練習キャンプとかのね、はい、そういう練習とかなんかではこうあったりとかして挨拶はするけど、挨拶で終わっちゃうんだよ大体が、おはようございますって、それで終わっちゃうの、おうみたいな、うん、でたまになんかこう声かけてくれる、はい、先輩もいたけど、ええ、もう大体挨拶で終わっちゃうっていう感じよね。こっちは待ってるのよ、なんか言ってくんないかなとかさ、そう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 、で終わっちゃう感じなんだよね、ええ、でまあそれっていうのは、まあ、ジャイアンツとかやっぱりこういうやっぱりこうなんていうのかな、雲の上の人っていうかさ、うん、やっぱり我々入った頃は V 級時代の選手ばっかりだったし、うん、で一軍にポッと行っても一番最初呼ばれて、うん、一軍呼ばれて話したのが張本さんなのよ、声かけてくれたのが、篠塚かみたいな、そうそうそう、篠さん高校で入って1年、うん、何年目ですか一軍呼ばれたの、2年目、2年目にも呼ばれた、そう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 、2年目の夏、北海道遠征してる時だった、あ、二軍がですね、そう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 、あれ篠さんの時代からあったんですか、北海道シリーズ、あるあるある、僕らがだいたいライオンズが
僕らの時は巨人西武で行くんですよ。そうだろ、俺たちが太陽とか昔のね、太陽とかと、あと北陸遠征とか、北陸遠征、あと九州、はい、あ、言いました、九州シリーズ、我々の時からあったよそれは。もうお客さんも結構ね、みんな入ってくれて、5時間とか6時間バスバス、あの北海道なんか特にね、はい、あ、ね、まあそれが楽しいかどうかっていうのもあるんだけど、荷物も全部バスの後ろに、そうでしたね、積んだりしてさ、まあそういう時代だったんで、一軍呼ばれて、はい、まず一人で行ったからさ、荷物を持ってですね、そうそう、荷物持って池田っていう、ワインの池田っていうとこから電車で、札幌まではマネージャーがな、誰かがついてきてくれたのかな、そこで一泊しなきゃいけなかったね、移動手段がなくてですね、そうそうそう、一泊して次の日のある程度一番で川崎球場に一人で行って、初めてだからさ、また塾渡って、初めてだからさ、なんかニッチもサッチも分かんないわけよ、球場の中で、荷物もどこ置いていいか分からないわけよ。で、まあ適当なとこ置いて、みんな来るまで三塁側のベンチで、はい、あの太陽の練習を見せる、でその時に張本さんが一番最初に来て、まあパッと見た、まあ、こっちから挨拶して、たら、おお頑張れよと思って、初めて声かけてくれたのがだから張本さんだった。その頃から僕もうレジェンドみたいな空気だったんですか、もう張本さん、張本さん、そう、張本さんはやっぱりあのトレードでさ、上がってきて、まあ、我々多分19から見たらもう30いくつっていう形で、もうちょっとね、なるほど、こうなりかけっていうかさ、そういう時だったから、本当に雲の上の人よね、はあ、うん、監督は誰だったんですか。監督はミスターですよ。あ、もうミスター、そう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 、最初あの篠さん、篠さんのとこに、なんかあれ、篠さん、長嶋監督が出馬したって篠さんじゃないですか、篠さん取りって、そう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 、そうですよね、うん、まあ、取りに来たっていうか、まあ、いきさつがね、いろいろ、俺も前の年に病気で、あ、そうなんですか、そうそうそう、高校生の時ですか、優勝した時、あ、調子商業、あ、優勝した時に、その秋に六幕園になって、はい、そうだったんだ、もう野球できるかどうかっていう才のあれだったから、はい、だからミスターが優勝した時のね、はい、それを見て自分の中ではもう決めてたっていう話だったらしいんだよね、はい、で3年になって結局甲子園も行けなかったから、はい、いやもう体もやっぱりそういう意味ではまだできてない時だから、はい、まあ体を作って、はい、プロのねスカウトの人たちに目が止まるように言って、で社会人、今のエネオス、日本石油に決まってた、篠さんは、そう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 、3年あの昔の映像とかあるじゃないですか、失礼な言い方ですけど、篠さん普通の高校生より華奢ですもんね。あ、そうそうそう、もうそれはもう線は細かったよね。ああ、うん、で、あの耳なしの、そうそうそう、高校生ながらヘルメットだ。あ、でも高校の時はもうついてた、うん、ついてた。キノバットじゃなかったですか、篠さん。キノバット、キノバット。うん、で長嶋さん、まあ俺はもうノンプロ行くつもりでいたからさ。で、まあドラフトの1週間くらい前かな、うん、当時の監督、あの斉藤さんに呼ばれて、調子のですね、そうそうそう、はい、お前プロ野球どこが好きだっていう、そういう急に言われて、僕阪神が好きなんです、僕あの藤田平さんのバッティングを中学時代から真似してたんで、で阪神戦をよく見たり、まあ、ジャイアンツ戦はもちろんな、ジャイアンツとやってる時しか見ないんだけど、なるほど、そうですね、阪神ファンで、え、篠さん阪神ファンだったんですか。そうそうそう、もともとね、聞いたことなかったです、うん、なんかあの頃僕も茨城なんで、まあ、勝手に千葉城県って呼んでるんですけど、うん、巨人ファンしかいない阪神ファンなんか僕の前いなかったですもんね、まあ、もう長嶋さんはもう別格だから、うん、そうなん、もうその当時見ててもね、そうそうそう、別格だったんで、はい、でまあ、次は3つくらい上げてみろって言われて、はい、で次は中日っつったのよ、はい、それ誰だったんですか。前の日にあの土屋さんが、はい、行ってるから、うちの先輩のね、ああ、うん、調子商業からですね、そう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 、ただそれだけで中日って言ったんですね、そうそう、中日、まあ、先輩がいるからさ、いいなと思ってさそうそう、そんなタイプに見てないですか3番目にジャイアンツを挙げたね、はい、うん、まあ、そうか、その時代一番の人で3番目にジャイアンツって珍しい、ね、珍しいよね、うん、まあ、そうか、うん、実はなって言って、うん、ジャイアンツがお前を指名するっていうふうに連絡があったっていうから、まあ、それは1位がどうかっていうのは聞いてなかったんだけど、ね、指名するからっつって、
うん、まず最初浮かんだのが、まあ、俺体もできてなかったし、うん、病気も、まだ引きずってるわけですよね、もちろん病気は。まあ、でも3年になってから、3年になってからも全然それはもう、あ、そうですか、大丈夫だったんだけど、巨人の星で育ってきてるから、うん、そうですよね、厳しいじゃん、あれですよ、練習が。まずは。イメージが。イメージが。そうですよね、養成技術ですからね。そう。で、寮なんかもやったわけよ。出てたから。漫画でですね。漫画でね。ね、まあ、誰か話したかもしれないけど、バスの中はつま先立ち。漫画で。うん、あの球場行くまで。ああ、やってましたね、巨人の星は。そうそうそう。そういうのはもうインプットされてるから、そうかなと思ったら、ついていけるかなっていうね。やっぱりそっちの方が、なるほど、先に来ちゃって。真面目に考えちゃったんですね。真面目に考えたよ。知野さんがですね。俺は。その後1週間前にそういうこと言われて、はい、でだん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 近づいてくるにつれて、なんか1位で来るらしいぞって言われたのまさかですか、それ。まさかまさか僕らは普通だと思ってましたけど本人は思ってないですね。思ってない、全然全く思ってない。だその前だ、中川さん、はい、この間話ししたの俺聞いたけど、はい、中川さんはだから俺が1位だっていうね、当日の報知新聞に中田巨人1位って出てたから、その気になってたっていうし、俺なんかもそう思ってたんだから。駒沢の中田、まあ、そうそうそう、篠さんって頭はなかった、もちろんなかったない、ない、うん、だから、あ、やっぱりそれが妥当だのっていうふうに俺は思ってたの、はい、うん、まさかなっていう。それで 7番くじだったから、ジャイアンツが7人取れたんですか、その子。違う違う、7番くじってずっと言って7番目だったんですか。そうそう、だから1位指名で。え、あの頃どういうドラフトだったんですか。後ろからなんだよ。ウェーバーだったんですか。後ろからこう上に来るんだよ。でだんだんこう、あ、そうですか、12球団のあれで決めてたみたいなんだよ、ね、結局ジャイアンツがちょうど7番くじだから、その間に言われちゃって名前出されたらもうダメなわけ。もうそうなんですね、うん、はい、いや、その可能性もあったんだよ ね、当日、まあ、ドキドキはしてたんだけど、うん、ちょっとやらきというか、うん、そうそうそう、もしかしたら一案じゃないかって聞かされれば思いますもんね。うん、でもやっぱりただその星9番浮かんでんですか、その浮かんでるの浮かんでるの。ドイツでやってもやっぱりこう期待されて今の俺のこの体で体力で1位となればやっぱりどうしてもこうそこそこ1年2年くらいでこうね、うん、一軍でっていうそういう思いがやっぱりあったから。うん、そっちのドキドキですか。そっちのドキドキ。トライチなんじゃないかじゃなくて。そう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 。おいおい、もし巨人行っちゃったらやばいぞ。そうそうそう。それは全く思ったことない。篠さんの、あの僕が、まあ、現役入ってもちろん対巨人で、うん、一軍半の選手が日本シリーズとかオープン戦を入れてもらった時に、篠さんを、まあ、挨拶すれ違った篠さんは、こんにちはって言うと、おう、こんにちはって言ってくれる方だったんですね。で、江川さんは無視する人だったんですよ。で、まあその時も、えこんなちっちゃいんだと思ったんです、正直。ほっそーって。ところが、グラウンドいるときは、めちゃめちゃ、ちょっと大きく見える。大きく見えてたんです。180ぐらいやって、でも、ね、実際も細い。そう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 。うん、その辺も自分、結構、まあ、意識したり、このユニフォームのケツ、タオル入れたりとかさ、お尻を大きく見せるとかね、そういうとこまで、結構気にはしてた。あ、確かに。ゴルフ場で見るお尻は女性的ですもんね。あのスラックス履かれてると。そういうのもあったし、そのドキドキがあってドラフト見てたんですね。そうそう、